進行いたしますので、トマトの会のあさこです。どうぞよろしくお願いいたします。このトマトの会、バッジもあるんですけれども、このトマトの会は昨年の1月から北区在住 の仕事や子育て真っ只中にある20代から40代のメンバーで、社会や政治の問題について勉強する会を有志で定期的に開催していました。これまで憲法、原発、ブラック企業、自己責任論、従軍慰安婦、それから介護など多岐にわたるテーマで講師を招きながら話を伺って一緒に学び合っていました。今回はこのトマトーク2回目となるんですが、こうしたトマトの会も1年間の学びの集大成として、より広い方々にこの集まっていただき、集会室でいつもやってるんですけども、ちょっとおしゃれなカフェに移動して楽しみながら学べるイベントとして企画されたものです。昨年の第1回目は、参議院選挙で当選した木良よし子さんをお呼びして、その勝手連であるキラキラサポーターの皆さんにもお越しいただきました。あれから1年経ちまして、トマトはより大きくちょっと実ってるかなと思いながら、今宵は雰囲気をガラッと変えて戦うっていうテーマにふさわしい3人の講師をお招きしました。闘魂ナイトと題してお送りしたいと思います。それではトマトと同じ色の赤コーナーより選手入場です。 Ladies and gentlemen、それぞれ大変お忙しい中、今日私たちのトマトの会にお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとう。これだけ豪華なゲストになるということは、おそらく最初で最後になるかもしれませんですので、この貴重な2時間たっぷりと満喫していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、早速最初のコーナーです。コーナーと言いますが、私の流儀というテーマで10分間3本勝負を行いたいと思います、はい、皆さんそれぞれに今現場で様々な相手と戦ってきた方なんですが、ご自身の戦い方を披露していただいた上で、私の流儀について10分ずつ勝負をしていただきます。あらかじめ皆さんには色紙にキーワードを書いていただいていると思いますので、ゴングが鳴りましたらそれを表にしていただき、制限時間10分以内に語っていただければと思います。10分経過したところで再度ゴムが鳴りますので、どうぞお気をつけください。はい、それでは準備はよろしいでしょうか。はい、それではどこで、それでは宇都宮健二さんからよろしくお願いいたします。長いんですけど、キーワードは自然体という、自然体で戦う。ただ不当な要求に対しては自然として戦う。私は長い間ですね、サラ金やクレジットで借金を抱えている多重債務者の救済をやってきた弁護士なんですけど、まあ、その業者の中にはですね、まあ、闇金のように暴力団とつながっているような業者もいるわけですね。それで
かなり脅されもしました。それで私は見た通りあまり大きな人間じゃないですし、柔道剣道なんかやったことないんですね。最初は野球選手になろうと思ったんですけど、挫折してずっと卓球をやっていた人間なんです。卓球、大学までやってきたんですけど、そういう面であまり喧嘩も強くないし、武闘派でもないということだったんですけど、たまたま私を頼ってきたのが、ハートの負債を抱えてですね、それから追い込みをかけられてる、そういう人だったんですね。私がなぜそういう人たちの救済をやったかというと、話は長くなるんですけど、基本的にはですね、私よりか弱そうな人が助けを求めてくるので、私が引いちゃうともっとその人たちがひどい取り立てを受けるということですね。やっぱりそういう人たちが目の前にいるので、私がそれを飛んでしまうとですね、卑怯者になるんじゃないか。やっぱり人間や一番やってはいけないことは、卑怯者になったらダメですね。本当に自分よりか弱い人たちが助けに来たらですね、そういう人に協力してるっていうことが必要だと思います。ただ最初の頃はですね、土葬を持ってきて脅されたりですね、それから闇金なんかもうめちゃくちゃひどい取り立てをやってるわけですよね。したがってそういう人に対してどういうような対応をしようかということがいろいろ悩んだ時期もあるんですけど、長い弁護士経験の中ではですね、たどり着いたのは、自然体で対応するのが一番いいと。悪いやつは悪いと、いいことはいいということと、それから右と左関係ないということでですね。で、暴力団とか一部右翼団体なんかも相手になったことがあるんですけど、それを特別視するんではなくてですね、私のところに交渉に来た人、相手はですね、180センチぐらいで、もみ合いがなくて、プロレスラーみたいな男が2人事務所に乗り込んできたことがあるんですね。そして、不当な要求をして、それを応じろと言ってきたんですけど、その対応の仕方としてですね、それにビビっちゃって、こちらがおじけづいちゃうと、傘にかかって要求、不当な要求を突きつけられるわけですね。で、弁護士の中にはそういう連休に対して負けまいと思ってこのバッジをちらつかせてですね、かなり刺激的な、言葉で対応すると、おじけづくのをなめられたらダメだと。そうするとブスリとやられたりですね、銃弾を撃ち込められたりするような人もいたんですね。それからサラ金の当時はですね、非常に、武道に自信のある人ですね。そういう人たちが相手方のサラ金の事務所に乗り込んできたらですね、監禁されましてね。それでそれを救出したら、やっぱりどれだけ武道があってもですね、担当とかですね、そういうのを突きつけられてると身動き取れなくなっちゃうわけですね。だからそういうようなことを何回か経験する中で、不当な要求に対しては相手を弁護士だということで刺激する必要もなければ、卑屈になる必要もないなと。であんた方の要求はですね、これはちゃんと、まともなものは私は、で不当な動きはそれはダメだと。それであなた方にも裁判をやる権利はありますと。何かあったら裁判をやってくださいと。それで、そうでなければこちらは要求は受けられませんよというような対応で、だけどそれでも脅してくるような人たちもいるわけですね。その時はやっぱり弁護士ですから法律を武器にやると。裏で交渉すると先ほどみたいに監禁されるようなケースとかですね、逆に窮地に追い込む、自分は腕っぷしが強いと思っておっても銃とかですね、やっぱり担当つけられ、土葬つけられるとやっぱり動けないわけですね。それで、そういうようなことをだんだん学んでいきまして、で一番やっぱりこういう不当な要求に対
は自然として法的な対応を取るってことですね。闇金が一時ですね、2000年頃から、かなり広がりまして大きな社会問題になりましたけど、まあ、彼らは大体ですね、お金を貸すときに10日で4割とか10日で5割で貸すんですね。これは都4とか都5、皆さん方は都1っていうことを聞いたことはあると思いますけど、都1っていうのは10日で1割、10日で 10% ですから年間365% ですね。ところが都4っていうのは10日で4割ですから年間 1460% の金利を取るわけです。だから都5っていうのは 1825% で、私が相手にして一番高かったのは1日20割で、返済日が翌日なんですね。そこで 200% の金利をつけて返せというような闇金もいまして、それで、それを年率に直しますと 73,000% になるんですね。それでもし100万円の金をですね 1万%で借りると金利が年間1億円ついちゃうんですね。だからこういうもうむちゃくちゃな行為を取るっていうバックにやっぱ暴力団みたいなついてる、暴力団の資金源になってたわけですね。それで、払わなければ、脅かす、場合によれば、救急車を呼んだりですね、消防車が来たり、犬のとか猫の生首を放り込まれたり、あるいは頼みをしないのに情実が自分の前に届いたりですね、こういう嫌がらせをする連中だったわけですね。それで、ところがそういうところで借りてる人が当時警察に相談に行ってもですね、お金の貸し借りは民事だと、警察に来るなら腕を1本ぐらい折られてこいというような対応なんですね。ところが出資法という法律でそんな行為を取ると処罰するということで、公金では法律で処罰してるんですね。だから当然そんなのは民事だということになって警察は取り締まらなきゃいけないんですけど、どちらかといえば闇金の味方をする、あるいはまあ私の経験上ですね、仕事をしたがらない警察官結構多いんですね。それはその同じ給料もらってますからね、それを捜査やろうとしたら仕事が忙しくなりますので、できるだけたらい回しをして、仕事をしたがらない、まあそういうサラリーマン的警察官多いんですね。まああんまりこれこいろいろ電波であれだと思うんだけど、大体もう流れてますなんかまともな警察官私100人に1人ぐらいじゃないかなと思って、それは犯罪悪を憎んでですね、犯罪を取り締まらなきゃいけないと思ってる人たちですね。それで私たちはその2000年に闇金対策会議というのを結成しまして、そしてこれまで18回ですね、闇金の告発やって6万6000社を刑事告発しました。それで訴訟法の手続きでですね、刑事訴訟法で刑事告訴とか告発を受理したらですね、警察は仕事をしなきゃいけなくなってるんですね。捜査を始めなきゃいけない、捜査義務、なんか本当は被害届とかそんなことでは捜査義務はないんですけど、それすら受理しない、よくストーカー事件なんかでね、たらい回しにしてるっていうことが問題になりますけど、私たちはその全国的な告発をやって、そして6万6000社の、闇金を告発して、その中で山口組系五稜会っていう大きな闇金グループが摘発されたんですね、2003年に。そして山口組本部も捜査された。まあ、それが契機になって、大きな暴力団グループが、闇金から撤退して、それで始めたのが振り込め詐欺なんですよね。でそれでそういうことをやりますと多くのそういう闇金が捕まりましたので、普通弁護士で闇金事件を扱うと、さっきお話ししましたように、救急車が来たり消防車が来たり情実で送られたり、そういう嫌がらせをするされる事務所は結構多いんですけど、私の事務所はですね、一回もそういうことないんですね。どちらかといえば告発をするとすぐ謝罪に来たりですね、ある暴力団の組長なんかはなんとか示談にしてくれないかというような申し出が来ると。だからああいう連中はこちらが弱いと見ると傘にかかってくると、
それから舐められないと思って言ったげなかなことをやるとブスリとやられちゃったりしますから、私はあの暴力団であろうと右翼団体であろうと左翼団体であろうとね、あの差別しないと、あの同じように扱うと。そして、だけどそれを話して分からなければあんた方は裁判やる、法治国家ですから裁判やる権利がありますよと。それで、それ以上に不当なことをやっていくなら毅然として対応する。闇の取引は、まあ、こういうやり方本当に10分ってあっという間ですね。あの今の闇金の話、ね、闇金からの振り込め詐欺に変わっていくっていうところとかはもう少し後で詳しく聞きたいなと私は思いましたので、あのどうぞよろしくお願いいたします。それでは続きまして新須賀さん、はい、はい、なんとすいません、私今あの宇都宮さんの話を聞きながらやっぱり男は殴っちゃいけないなと思いながら反省をし、このように書きました。これは何なのかと言いますと、私の流儀と言いますのは、世界中の全ての人が私を嫌いでも私は私が好きということでございます。で、あの初めて今日生シーンを見る方どれくらいいらっしゃいますでしょうか。半分以上いらっしゃいますね。あのでは簡単に自己紹介をさせていただきます。私は4人兄弟の3番目に生まれました。姉ちゃん兄ちゃんがいて私がいて弟でございます。でそれしてあの姉ちゃん兄ちゃんっていうのがこれがまたすっごくおとなしくてですね、もう本当にもうなんて親からしてみればこんなに手のかからない子供がね、子供ってこんなに手がかからないんだったら何人いてもいいわと思ってですね、私を産んでから母はノイローゼになったとかって言っておりました。で私の父はもう亡くなりましたけども、まあ、あの天皇制の言葉で言うと大正生まれなんですね。で大正生まれの父親 でもう儒教バリバリです。もちろんあの日本で取れましたけど、でこのねうちの父親はね何かあるとですねすぐパーンとねあのちゃぶ台とかね繰り返し、母にだけは手を挙げなかったけれども、まあ、子供とかなんとかに、まあ、精神的な暴力も含めてですねもうすごかったんですね。でボーンとかちゃぶ台ひっくり返してですね、どこのうちもみんなそうだと思ったんです。でもなんかよく見たらどうもうちだけみたいだったんで、その時ね、でそれテレビを見たらねちゃぶ台ひっくり返しても出てきたんですよ。巨人の星、星ヒューマのお家はちゃぶ台ひっくり返したわけですね。であれ見ながらそうか星ヒューマも朝鮮人なんだとか思ってですね、だからあいつはその星っていう名前 で就職できないから野球やるしかないんだなとか思いながらですね、まあそんな風にして見てたんですね。でそれであの小さい時からなんかわからないけど別に私はその自分がこうなんか特別な感じではないんだけど、お父さんそれ違うよ、なんとかだよ、こんとかだよとかってこう、まあ、自分の思いを伝えるわけですね。そのうちの父はね気に入らないと思うとですねもう口を叩くんですよ。ペン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 って叩きながらですね、叩きながらいつも言う言葉、お前は今にその口で身を滅ぼすって言うんですね。私は今この口で食べていますそれくらいまあ時代が変わりました。でそれで小さい時に自分が朝鮮人だっていうことを知ってね、私実は3代目なんです。で渋谷で生まれて、母も渋谷で生まれて、ばあちゃんは渋谷でまあ10代の時からいて、つまり3代続いた、まあ、江戸っ子って言っちゃあれなんで渋谷っ子でございます。でそれでなんて言うんでしょう、それで自分が朝鮮人だって知った時は3つか4つぐらいだと思うんですけど、むっちゃ嬉しかったんですよ。なんだかよくわからないけど、え、私朝鮮人なのとか思ってすっごい嬉しくて、近所中にねえ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 私朝鮮人なの、ねえねえねえ私朝鮮人なのって触れ回りました。そしたらですね2日か3日経ってうちの姉がですねもうボロボロ泣いて帰ってきてですね、うちの母にね、お母さん朝鮮人って何って言ってね、それいじめられて帰ってきてるのね。でそれでうちの母親がね、誰がそんなこと言ったのって言ったわけです。私ですよ私がみんなに触れ回ったわけね。でねその時に初めて、あ、朝鮮人ってなんかいけないことなのかなって思ったのね。だけどもう時すでに遅しですよね。もう近所中に全部言い回ったのが私だって、いじめられてくるのは姉ちゃんと兄ちゃんだってまあそれはしょうがないな、運命だと思って諦めてくれとかと思ったんですけど
で私はあの自分が好きです、うん、自分が大好きです。だから私には名前が2つあって、で1つは、まあ、日本名ですね、新山節子と言います。新しい山の節分の子です。で新しい山っていうのは新山って書きますけども、新さんって新の新ね、辛いの新、新さん新さんって新さんで新山なんです。でそういう形でこうなんていうかな、日本名をつけてったわけですね。でそれで節子というのはうちの母がつけてくれて、これがまたね、これを知ってる人たちは相当古い方だと思いますが、私のあの母はですね、あの原節子が大好きで、それで原節子のような女にやってもらいたいっていうというあの強い思いがあって、それで節子ってつけたんですね。でうちの父はね、最後にね、名はタイも表さずとか変わらないこと言ってましたけど、でそれでまあ私は新山節子っていう名前が大好きで、今もそのなんていうでしょう、お友達で中学校時代とかですね、あの新山ってみんな呼ぶし、それから親戚も節子とかって呼ぶわけですよ。でうちの父親が死ぬ前も節子って言って死んでったんですよ。でね、ちょっと話はそれますけど、うちの父親ってね、節子って言って私の手を取ってですね、もう心臓が止まるって言ったのね。でそして稽古を頼むって死んでったんです。稽古ってうちの母ですよ、ね、稽古を頼むって死んでったのね。もうすごいラブストーリーじゃないですか、ね、死ぬ瞬間まで妻のとこがね、親父が死んでからうちの母親が本当に明るく楽しく終わりましたうちの親父ってこんなに嫌われてること知らなかったんだなとか思ってまあ、あのそういう感じで、で祖母というのは淑女の玉と書きます。でこれは、うちの父がつけてくれました。で父はあの辛っていうのが辛いとか辛いなので、寒難難事を玉にするっていう意味 でそれで祖母ってつけたんですね。で私もこの名前大好きなんです。で両方とも好きで、それで私は両方とも私です、うん、どっちがどっちじゃないのね。じゃあどうして辛祖母って使うのっていうふうに言われたら、そりゃそうだろうって、新山節子よりかも新祖母の方が叩かれるからですよ。圧倒的に新祖母だと叩かれる、うん、でそれからね、そのなんていうのかな、私は自分のことを朝鮮人って言うんですけども、私朝鮮人ですよ、うん、だけども1965年にあの日韓条約によって韓国籍ができたんですね。でそうすると韓国人っていう人もいれば、なんでももう良かったんですこの国では。だけども韓国籍ができたから、まあ、韓国人っていう言葉もあの、まあ、この社会に出てきたわけですね。で人山いくらも朝鮮人の中からですね。でそうすると私が自分のことを朝鮮人って言うとですね、なぜ誇りある韓国人と言えないとかって言われるんですけども、韓国人っていう言葉よりかも朝鮮人っていう言葉の方がはるかに叩かれます。つまり私は朝鮮人ですよ、もう韓国人でもあるわけですね、うん、朝鮮人だし韓国人です、新山節子だし新祖母です、ね、女です、ね、ヘテロです、ね、55歳です、ね、身長172センチです、足のサイズ25センチです、ね、着ている服は男性もので、ね、で上は女もので、これが本当の男女共同だですね、まあ、それはともかくとしてですね、つまり全てが私なんです。全てが私で、私は新山節子という名前も否定されたくない。そしてそれは負の歴史だったとしても、それは私の人生と共に歩んできたもの。そして新祖母というのは私の名前です。でこれがどんなに叩かれようとも、これは私の名前なんです。だから新祖母で何が悪い、ね、朝鮮人で何が悪い、ね、つまり自分が大好きだから、自分の中の何か一つとかっていうのを否定されるのがとても嫌なので、だから新祖母です、朝鮮人です、女です、なんかもっかっか、というふうにいつも男と喧嘩してそれで国境を越えた男の敵を爆心しております。よろしくお願いいたします。